皆さんこんにちは、テルトです。よーお前らテルトだということで、今回なんですけど、今回はですね、なんと皆さん変な家って知ってますか？まあ、僕はね、 YouTube とかそれこそね、最近やってた映画とかで見たことあるんだけど、まあ、それはそれは家の間取りがね、おかしい家を、まあ、調べたりする怖いやつなんだけど、今回はね、ロブロックスでそのゲームがあるということで、早速遊んでいこうと思います。ちなみにね、ゲーム実況者さんのテキトさんっていう方がね、作ったゲームらしくてね、早速遊んでいこうと思います。多分ここに入ればいいのかな。お、来るね。ちなみに変な家を知ってる、聞いたことあるよっていう子は高評価チャンネル登録してってね。え、どんな感じなんだろう、ちょっと怖いな。なんかとにかく、もう家の間取りがおかしい家を探索していくと。レッツゴー。おっと、来たぞ。暗い。どこだここ。家だ。家だな。なんか落ちてるね。メモを読む。え、この家おかしな噂がある。前の住人は行方不明になったそうだ。何が起こっているのか調査しなければならない。それに入り方のわからない部屋があるんだ。私は用があるので、君が先に調査してくれ。ハロルドより。PS、私は怖がっているわけではないからな。うん、絶対怖がってるね、それはさ。なるほど、この家には、入れない部屋があるらしいね。秘密の部屋。はい、皆さん、こちらが間取り図ということで、これ今どこにいるんだろうね、僕。1階と2階。あ、多分、今この、1階の図面の倉庫の下の廊下ら辺、この辺じゃない？はいはいはい。じゃあちょっと早速探索していきますか。え、そして、このハテノの部屋が多分入れない部屋だよね。地図的に、あ、ほんとだ。ここだわ、壁になってる。入れないと。じゃあちょっと1階の、倉庫からちょっと入っていこうと思います。扉を開けると。開けれない。じゃあ部屋 A 開けてみるか。え、ちょっと待って、全然開かないんだけど。もうどんどん行くしかない。お風呂はお風呂。お風呂も開かないんだけど。トイレは？トイレも開かない。もう、誰か入ってるやん、もう。え、ダイニング。ここも開かないね。え、じゃあもう今のところ2階行くしかないよ。それか思ったんだけどさ、最初のこの玄関は、まあ開かないとね。で、ちなみにこの壁は？すり抜けたりは、みんななんか、ちょっとなんかあるの見えるんだけど。ま、とりあえず2階行ってみるか。もうこの部屋なんもなさそうだね。はい、2階お邪魔します。こんにちは。はい、2階の地図を見ましょう。え、階段上がって今ここにいます。え、そして、このホールっていう部屋入ってみるか。開かない。え、じゃあ、部屋 C。部屋 C も開かないんだけど。え、待って、なんか全然開かないし、なんかあるよ、ここに。待って、1階から声が聞こえるっつってる。先にこれ見よう。親愛なる友人へ、この家何かがおかしい。壁の向こうから囁くような声が聞こえてから、私は一睡もできていない。何か不気味な力がこの家を支配しているように感じる。どうかもしこの手紙を読んでいるなら、すぐに助けてくれ、アンソニー。次、アンソニーから来たね、みんな。ちなみに今のところ全部開かないね。で、どうやら1階から声がしたらしいから、ちょっと行ってみるか。あとね、この家ちょっと思ったんだけどさ、窓ないよね。そういえば、1階から、あ、なんか落ちてる。わ、びっくりした！何？ヘルプ、助けて。誰だここにケチャップで助けてって書いた人は。読みます。この家に囚われている。私の魂は解放されることを願っている。隠し部屋の中に私の最後の痕跡が残っている。どうかこの呪われた家から私を解放してくれ。なるほどね。あ、なんか落ちてる。鍵だみんな。部屋の鍵 A。あ、ここだね。おお、開いたぞ。ナイス。巨大な椅子が落ちてる。はい、メモ。愛する家族へ。私の不安は日に日に増している。夜ごとに異様な音が聞こえ、何かが私の存在を監視していると感じる。家の中で行方不明になったものもある。私はこの家から逃げるべきだっただろうか。もし私に何かあれば、どうか私のことを忘れてください。アンソニーより。おい、アンソニー！お前行くなよ！はい。倉庫の鍵 A を見つけました。倉庫だから、この向かいかな？これだね。おお、来た来た来た。まず鍵があって、トイレの鍵でしょ？
なにこれ、なんか変な怖いパズルがあるよ。そして、あ、ここにも鍵あんじゃん。ナイス、トイレの鍵。トイレの鍵 A と B を見つけたのですが、ここには特に書物はないかな、メモとかはね。じゃあちょ、行ってみますか、トイレ。2種類解放されたということで。トイレはここかな？こんにちは。トイレに鍵ぶっ刺さってる。メモ見ます。ここは暗く寒い。この家の呪いに囚われ、私は永遠に苦しんでいる。かつて愛したこの家は、今では私の牢獄となったと。じゃ、出れなくなったんだ、多分。物置の鍵。どんどん鍵見つかるね。物置2階だ。じゃ、トイレと物置行ってみようか、ちょっと。はい、2階のトイレがね、ここでございます。こんにちは。おーおー。ここにも鍵ある。部屋 C。3月5日。今日は庭の手入れをした。バラの花が今年も美しく咲いている。午後は書斎で新しい小説を読み始めた。静かな時間が好きだ。しかし、夜になると、またあの奇妙な音が聞こえてくる。壁の中から何かが動いているような音だ。何度調べても何も見つからない。少し疲れているのかもしれない。早く寝ることにしようと。まあ、多分壁の向こう、つまりこの1階のハテノの部屋だろうね。じゃあ次、ちょっと、部屋 C と物置でもどうやって行くんだろうね、これ。まず部屋 C 行ってみるか。ここだね。こんにちは。おー、なんかだいぶ荒れてるぞ。読みましょう。最愛の妻へ。私は隠し部屋を発見した。おお、これハテノの部屋のことじゃない。しかしそこに入ることをためらっている。何かが私を引き寄せ、同時に恐怖で動けなくさせる。もし私が戻らなかったとしても、私のことを忘れないで、アンソニーより。なるほど、アンソニーは妻がいたんだ。パソコンがあるね。そしてめっちゃ散らかってると。あ、これじゃない？あ、でもこれベランダかな。これベランダ、あ、出れる出れる。鍵もある。部屋 D。おー、なんか普通に外は街なんだね。はいはいはい。で、特に他はないと。でもさ、これさ、物置なくね？ここら辺に部屋があるはずなんだけど、物置なくなってるわ。ホールから入れんのかな、もしかしたら。今のところ部屋 D を見つけたから入っていきますよと。うわー、なんだこれ怖い。助けて、寒い、暗い。怖い、近くへ来た、早く。やだ。怖い。お風呂の鍵です。見つけたの。助けてくれ。この家の呪いが私を締め付け、逃れることができない。あの部屋が今では私の魂を捕らえる檻となっている。私の苦しみを終わらせてほしい。この手紙を見つけた君ならきっと何かできるはずだ。なるほど。僕に、あのハテナの隠し部屋をどうにかしろって言ってるね。これなんだ？あ、みんなこれなんか鍵ついてる。ちょっと待って。やっぱりそうだこれ。今、部屋 D の、この隅にいるんだけど、これおそらく下のハテノの部屋に繋がってるね。なるほどね。じゃあみんなお風呂に急ごう。お風呂は、1階か。うわー、これ1階戻るの怖いなー、ちょっと。あと使ってないの。物置の部屋と、お風呂の部屋だよね。お風呂は1階の、これだ。こんにちは。うわ、お風呂怖っ。読みます。3月12日。今日は友人のジョンが訪ねてきた。一緒にランチを楽しみながら昔話に花を咲かせた。彼に家のことを話すと、彼も少し不気味だと言っていた。でも気にしすぎだろうと言われた。確かに日中は特に異常はない。夜になると家の雰囲気は変わる気がするだけだ。しかも今夜じゃん。今夜もあの音が聞こえるかもしれないが、無視して眠ることにすると。無視して寝れんのか？お風呂で鍵見つけました。行きましょう。部屋 B ってどこだ？あ、ここだ。よし、みんな全部、ワンチャン開くぞ。アラームがある。ダイニングの鍵、読みます。寒く、暗い。この家の中で私は永遠に囚われている。私の魂は解放を求め、助けを求めて叫び続けている。私の苦しみは終わらない。寒い、暗い、寒い、暗い。じゃあよっぽど、あの秘密の部屋が、やばいんだろうね、本当に。はい、一階のダイニングが入ります。こんにちは。お、鍵あるね。うわ、包丁になんか血ついてんだけど。トイレットペーパー買いすぎじゃない？あ、猫ちゃんも買ってるっぽいね。はい、読みます。3月20日。今日は特に変わったことはなかった。朝から読書をし、昼過ぎには買い物に出かけた。夕食は自分で作ったスープとサラダ。料理はいい気分転換になる。
だが夜になると家の中の冷たい空気が気になる。リビングでテレビを見ていると背後に誰かの気配を感じた。振り向いても誰もいない。きっと疲れているだけだ。早めに休むことにすると、これ後ろにさ、誰もいませんでした。はい。部屋 E の鍵、2階の奥だね。よし、みんな2階に戻ろうと思います。でもほぼほぼ部屋が開放されてきたよ。お、子供部屋だ。こんにちは。びっくりした。バブかと思ったらクマのぬいぐるみでした。はい。大好きなパパへ。最近パパが怖い顔をしていることが多くて心配です。夜になると何かが怖いみたいで、パパが寝れないの知ってるよ。でも私たちが一緒にいるから大丈夫だよ。パパの笑顔が見たいから無理しないでね。早く元気なパパに戻ってほしいな。エミリーより。女の子だね。優しい。でも、ちょっとこの文章を書ける子供すごくない？さ、鍵があるね。さ、みんな、ついにホールの鍵を見つけました。これで、物置の部屋と繋がってるはず。2階ここか。こんにちは。おー、なんか奇妙な部屋だね。随分とピアノがある。愛するアンソニーへ。エミリーがとても心配しています。パパのことを心配すぎて泣いてしまうことが増えてきました。私たちはあなたのことを心から愛していますが、しばらくの間あなたとは別々に暮らすことにします。決してあなたを見捨てるわけではありません。あなたがこの家の呪縛から解放され、再び平穏の日々を取り戻すことを信じています。エリザベスより。なるほど、アンソニーの妻がエリザベスらしいね。じゃあお母さんと子供は、どっか別の家に別居したってことになるね。さあみんな、そして、長らく放置されていた物置部屋、漁っていこうと思います。お。なんか音楽やってたのかな、やっぱ。ピアノとかいろんな楽器とかあるね。待って、ここに鍵ある。リビングの鍵。じゃあこれあと、リビングと庭かな、行ってないのは。みんな、ちょっと行ってみよっか。リビングは、ダイニングを、こっちに行くと。こんにちは。巨大テレビあんだけど。あ、このテレビがあれか。テレビを見てたら、後ろに誰かいる気配がするっつってたやつか。あー、びっくりした！え、ちょ、誰これ？え？不気味な笑い声が庭で響く。これが、笑い声の正体じゃない、多分。はい、メモありました。アンソニーへ。私たちがこの家に引っ越してきてから、あなたの様子が日に日に変わっていくのが心配です。夜ごとに目を覚まし、不安げに家の中を見渡す姿を見るのは辛いです。あなたが何か感じてるのはわかりますが、どうか無理をしないで、私たちのためにもう少し休んでください。あなたが私たちの支えであり、私たちもあなたを支えたいのです。エリザベスより。めっちゃいい妻やん。なんかイラストあるわ。はいはいはい。しかもこれおかしくない？こうやってソファーでさ、休んでテレビ見るはずなのにさ、テレビが裏返しになってるんですけど。え、そして2階で笑い声がしたから、2階ちょっと行ってみよっか。もう鍵もね、ないんだよ。庭の鍵を手に入れたかったんだけど、笑い声、え、これじゃね？あ、違う。待って、みんなここ空いてるんだけど。え、でも僕さ、一階の庭入ってないけどいいのかな？なんか落ちてる。しかも、ちょっと入ってみよう。え？死体じゃないこれ。ここにたどり着いたものへ。私はこの家の囚われた魂だ。この隠し部屋で私は力尽きた。家の力は私の魂を捕らえ、永遠に苦しめている。どうか私の魂を解放してくれ。私の死はそこで終わる。やっと終われるんだ。これがじゃあ手紙書いた主かな。待って、みんな、魂を解放するボタンある。これでこの人救えんじゃない？わあ！なくなったぞ、骨が。ナイス！閉じ込められた魂が解放されたようだ。しかし家の中から感じる不気味な空気は消えない。この家には一体何が潜んでいるのだろうか。しかし突然部屋が真っ暗になった。こんなに暗いと部屋の出口がわからないの。あれ？え、どういうこと？暗いってこと今。あ、ほんとだ、動けるけど暗いわ。この部屋から出る扉なんてあったっけ？はぁ！え、待って。エンド。あ、そういうこと？はい、皆さん。なんとですね、このゲームをクリアして、不気味にね、支えてくる魂は解放されたんだけど、最後僕たちさ、落ちたじゃん。で、この部屋にさ、それ以外に多分出口なかったじゃん。ってことは、今度は僕が、不気味な声で、
助けを発する側になったのかもしれない。はい、ということでみんな今回の動画どうだったかな？いや、ちょっとこれまさかのエンディングだったね。めちゃくちゃ怖かったわ。なんかゾクゾクする怖さだったね。そして、知らない間取りの変な家には絶対入らないようにしようと思いました。ということで、この動画が面白いなと思った子はぜひチャンネル登録、高評価、動画の通知登録よろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。じゃあな。